演舞開演。どうも、私のつれつれなる日常演舞さんです。はい、というわけで本日はこちらお母さん食堂ローサンチ用マカロニサラダを食べたいと思います。はぁ、なんかこのマカロニサラダだけは今店舗で見たマカロニサラダで唯一あれが入ってないんですよね。ほんとあれがあるとダメだな。中身がちょっと開こうとすると怖いな。おお、まるでグラタンみたいないい香りがします。マカロニサラダであってグラタンではないのですけどね。まあ、見た目白い教室ではありますけど、ではいただきます。最初グラタンみたいと言いました。マヨネーズがまろやかな味なので、こうグラタンに本当に近かったですね。これなので玉ねぎの食感がちょっと生っぽかったのは残念ですが、いや生玉ねぎで、サラダだと生玉ねぎでいいのか。玉ねぎがちょっとジャリッとしていたのが自分的にはちょっと残念な気もしましたが、マヨネーズがまろやかでとっても食べやすかったのでとっても美味しかったです。というわけでこちらも点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞ね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。